こんにちは、カオルンです。今日はですね、前回に続いてね、 JVC のシリーズ、今日は新しいイヤホンを紹介していきたいと思います。イエイ。それではね、今日早速ね、紹介する商品はこちらでございます。 JVC の XX シリーズからですね、ステレオミニヘッドホン HAFX11X でございます。イエイ。ちょっとね、倒れるのが心配でしたこのね、XX シリーズなんですけれども、まあ、前回ね、動画の中で最初ね、ちょろっと言ったと思うんですけれども、これね、一番人気あるシリーズ。本当にね、重低音が売りで、もう重低音ベース大好き、ベースやってる人、歌聞いててベースの音大好き大好き大好きみたいなね、人はですね、ぜひね、おすすめしたい XX シリーズでございます。で、その中でも今日はね、この米国逆輸入モデルというものをね、紹介したいと思います。このね、米国逆輸入モデルというものはですね、まあ、JVC ケンウッドってね、皆さんもう知ってると思うんですけれども、まあ、れっきとした日本の企業なんですね。まあ、もちろん海外にもあります。じゃあ日本の企業だったら、普通日本で、まあ、作ってですね、日本にも工場あるんでね、日本で作って、まあ、海外に売ればいいじゃないですか。でもね、日本って、まあ、お金がね、安いって、まあ、昔に比べて安いって皆さん思うかもしれませんけど、まあ、僕も思うんですけれども、やっぱり世界に比べるとですね、まだまだね、その賃金、給料が、まあ、人件費が高いというところがね、現状になってます。なんでですね、まあ、JVC ケンウッドが海外にね、まあ、工場を置いてですね、一旦、まあ、海外にね、このね、材料をバーンと輸出したり、あとは海外で、まあ、作ったね、部品を集めてですね、それを海外の工場で海外の人に作ってもらう。そうすることによって人件費が、まあ、安く済んで、いいということになってます。で、日本はね、最近ね、円高傾向にあるじゃないですか。だから円高なので、まあ、円高って言ってもちょっと分かりにくいかもしれないんですけど、とにかく輸出するより輸入した方が、ね、今は安いんですよ。なんで海外で作らせた製品を輸入することによって安くね、提供することができる、そういう製品になってます。なんでね、安いんですよ。で、こちらの、モデル色なんですけれどもですね、皆さん大好きブラック、あと今回僕がね、買ったね、上がレッド下がブラック、レッドブラックって言います。さらにですね、このね、レッドとブラックの色を入れ替えたブラックレッド、あとはですね、サンドベージュという色があって、まあ、わかりやすい感じで言ったら白ですね。でですね、つけるとこんな感じですね。どうですか？こんな感じ。僕がね、赤黒をね、選んだ理由は、やっぱり赤色。まあ赤色好きなんで、この間紹介したイヤホンもね、赤色だったと思うんですけれども、このね、線とかはちょっと、あんまり目立ってほしくないんで、黒がいいかなという感じで赤黒を選びました。やっぱね、XX シリーズってなんかこうね、バックトゥザフューチャーとかの、ああいうね、近未来的なね、最先端のね、モデルをしてますよね。すごくね、おしゃれだと思います。ちょっと見えにくいね。こんな感じでね。よくないですか？でね、なんとね、コスパのいい割には、ケースもね、ちゃんとついてる。このね、XX って書いてあるの、かっこよくないですか？こう、ブラック一色。皆さん、どうですか？でね、音なんですけれども、やっぱり XX シリーズだけに低音がね、しっかり聞くことができるんで、それはいいと思います。で、あとは中音高音も、まあ、別に全然悪くないですよ。本当に値段の割合にしては、かなりね、音はいいと思います。普通にね、知らないメーカーさんとか、あとは有名だけどあんまりね、イヤホンを、まあ、力入れてないメーカーさんの1万円のね、有線のイヤホンと比べると、普通にこっちのイヤホンがいいです。まあね、値段とさっきからまた言ってるんですけれども、気になるお値段なんですけれども、JVC ケンウッド公式さんが出してる値段が3058円、税込みで3058円となってます。まあ、3000円かーってちょっと微妙かなーって思う人いるかもしれないんですけども、ここでですね、またまた登場 Amazon さんでございます。Amazon ですと、なんと値段が約2200円でね、購入することができます。ワンチャンね、2000円切ってるかもしれないですね。なんで、ぜひぜひね、買ってみてください。まあ、とにかくね、2200円でね、このケースがついててね、イヤホンがついててですね、このね、音の良さ、なかなかね、いいんじゃないですか。色もいいですよね。またね、皆さんにぜひね、
見るだけでもタダですから、ぜひぜひ Amazon さんとか JBC ケンウッドさんの公式ホームページでね、見てみてください。公式ホームページと Amazon さんのホームページ、下に概要欄貼っておきますので、ぜひぜひこの動画を見てくれた方、飛んでみてください。はい、ということでね、今日はね JVC の有線のイヤホン紹介していったんですけれども、皆さんいかがだったでしょうか。ぜひね、今回もね動画良かったよと思ってくれた方、またはね今回は動画良かったよと思ってくれた方は、ぜひぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それではですね、今日のカオルンチャンネル見てくれてありがとうございます。それではね、またね、次の動画でお会いしましょう。バイバイ。